はい、こんにちは、ちゃんけです。大事な告知があります。ついに、テレビに出す、出、え、まー関西のね、えー、朝日放送、ABC 放送うん。なんですけど、はい、6ちゃんですね。関西の6ちゃん。まあ、関西しか映らない、えー、番組になると思うんですけど、えー、番組名が、鳴海岡村のすぎる TV。はい。 こんな感じですね。なるみ岡村のすぎる TV ってことで、はい。えー、放送日はね、えー、3月29日、月曜日。3月29日月曜日の夜11時17分に放送されます。僕、関西住んでないやんけ。映らんやんけ。はい。僕もね、えー、その時ね、岡山にいるんで、岡山から見れません。ということでね、 はい。見れる方法があるんで、教えちゃいます。はい、TVer っていうね、無料のアプリがあるんですよ。みんなね、今スマホを持ってると思うんですけど、TVer っていうね、アプリがあって、それテレビをね、見逃し配信を見る TVer っていうアプリなんですね。ダウンロードして、えーっとね、僕が放送される3月29日夜11時以降にね、TVer で配信されます。無料で見れます。はい。関西に住んでない人でも、えー、TVer というアプリで無料で、 視聴できることができます。はい。っていうことだよね。はい。えー、それがなんで僕が出るんだと。いうことで。まあね、このホームページ行ってもらったらわかるんですけど、まあ僕がね、トラックドライバーとして美味しいご飯を知ってるんじゃないかという感じで、えー、今回取材をね、受けました。はい。ぜひね、皆さん、えー、見てください。僕はね、ちょっとね、もう恥ずかしいんで、ちょっと見るかどうかわかりません。結構、緊張してね、面白いこと全然言ってないんで、正直。 めちゃくちゃ緊張して、固まってました、こうやって。もうね、ほんま面白いこと言ってないんで。まあね、ちょっと緊張しすぎて固まって、まあね、僕らしくないっていう感じになってるんかな。ちょっとね、ほんま緊張しとったんでね。はい。てな感じでね、もう一回言いますね。3月29日夜11時17分から月曜日、関西6ちゃん ABC 放送で放送されます。で、見逃し配信、無料アプリ TVer の方でもね、また見えるんで。 えまた見てください。はい、ということでね、今日はね、テレビの告知でしたぜひよろしく。バイバイ。